うん、大丈夫。だ今のもいい教訓だと思うね。だからこうやり方がいろいろある。そう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 。俺たちがイメージしたのは、ネジが刺さってポンって抜けて聞こえるってなったのがイメージとしての成功イメージじゃん。だけど、まあ聞こえ、まあそれ成功の最終結果を見てったら音が聞こえるっていうのが成功結果じゃん。だっけ、それが全く予想してたとは別の形でやってくるみたいな。引っ込んでおけばいいと思ってたのが押したらいいみたいなの。そう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 いうことが今目の前で起きてしまったってこと。だからほら、俺も幸せの億万長者さんなりでって思ってるじゃん。でそれはまあ YouTube で視聴者いっぺん見てもらわないとならん、そういう人ならいねえと思ってるけど、実は そこでね可能性でなる可能性もあるわけよ。今は YouTube 頑張ってやってるけど、実はそれを続けたことで、ひょっとしたことで別のことで、あ、億万長者さんになってしまったみたいな、幸せな。なんか例えば、なんだろう、となってくって、大豆さんやって、大豆さんの道が欲しいしまったら、がんもわかんねえし、あの、俺の YouTube を見た視聴者さんが、あと一目惚れしてしまった億万長者の娘が、あ、もうダメみたいなっていう可能性もなきにしもあらずだね。そう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 。だから俺の考えとしては YouTube からの広告収益でしか意外ねって今は思ってけど、そういう可能性だってなきにしもあらずってことよ。でもまあその幸せな億万長者っていう条件付きだから、幸せさなるにはやっぱりどうしても考え方がちゃんと幸せな考え方できない人には何を手に入れたって幸せはならいねと思ってたから、まあ、幸せなんさ気持ちでね。そう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 、そういうこと。そう、俺は意外と今幸せを感じながら生きてんだよ、実は。だからあともう一つ何かが、あの目標に対して何かが備わってねえとなると、あ、億万長者の部分がちょっとまだ足りてねえだけであって、それはなんか億万長者になったら幸せだろうなと思ったから最初は億万長者だったんけど、でも今 YouTube をやってこういろんな情報も見るわけじゃん。でいろんな考え方が昔とは全然変わってきてるわけよ。あ、こういうことかみたいな感じで。だけど一応目標的には幸せの億万長者だったから、一応それさま向けて突っ走ろうかなって。でやっぱ成功した人の言うことって人はうんうんって聞いてくいけど、あの何も結果出てない人の言うことっていいこと言ってても聞いてくいねえ人の方が大半だね。それでは俺は他人を幸せにすることはできねえわけよ。でも 奥を手に入れることで他人を幸せにすることができるようになる可能性があるとするじゃん。それができるとさらに俺は幸せさになっていくわけよ。わあ俺さやりがいがあるって嬉しいみたいな。だからやっぱり億万長者を目指すべきだなと思って目指してる。ああ、それもあるかもしれないな。だんだ何がどう転ぶかがわからねえね。今回のこの例えばイヤホンが詰まったこの出来事が実は奥さつながってる可能性だってなきにしもあらずだからの。だからまあその希望は捨てずに、で結果はすぐこねえなは当たり前だと思っても続けていくっていう、そういうスタンスが大事かと思う。早急に結果を求めたらダメだってことだろ。明確な目標と情熱を持った継続です。あ、いいこと言ったのこれ。今いいこと。明確な目標、だから億万長者さんって何を知り合うんかっていう、俺今決まったね。億万長者さんって人さこう考え方を教えて、その人からも幸せになってもらうっていうのをやりでから、俺億万長者なりでじゃん、ってことは神様はこいつは
奥やらせたら他の人も幸せさする可能性があるなって、うん、今思ったわけじゃん神様的に、うんうんうん、じゃあこいつちょっと奥預けてみっかなっていう気分差になるわけよ。ってことは俺の目の前さ、そういう可能性がの、うん、出てくることが多分起きるわけよ、うん、それを俺がキャッチしてどう育てられるかは俺の問題だけど、でもそれが預けたのが1年後でも、そう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 、俺は諦めねて10年後でも俺多分死ぬまで億万長者を目指し続けて、うん、行く。一応期限を決めてっけど、5年後に億万長者さんになってるって決めてっけど、でもそれ5年が達成されなくても、でも絶対やり続ける。私は人間だよ。はい、ということで、はい。